なんでね、その自分が謝ってしまうかというと、もともと自分が自分に非があるんじゃないかと思って生活してるからなんですよ。そうすると、どこまでが私のせいで、どこまでが私のせいじゃないのかっていう線って実は曖昧だってことが分かってくるんですよね。人に助けてもらうことですよね。私はこれから一切計画もしないし、適当に行動する。それで何が悪いっていうふうに言わせると思います。皆さん、こんにちは。本田健の人生相談、ディア健ナビゲーターの小林まどかです。それでは早速、人生相談の続きからご覧ください。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。ラジオネームみきさんです。健さん、こんにちは。こんにちは。私の悩みは自分に非がないのにそれを言えずについ謝ってしまうことです。私は社会人1年目であまり自分の考えや気持ちを人に伝えるのが得意ではありません。注意されると私がやっていないことでも次から気をつけますの一言があれば済むような、簡単なミスなどは謝ることで丸く収まるので私がやっていなくても謝ってしまいます、うん、ただ最近になってこのままだとどんどんそんな役回りになってしまうのだと気づきました。もう手遅れなのかもしれませんが自分が謝る必要がないときにどうしたらそのことを上手に伝えられるようになりますか。これ全然手遅れじゃないですよね、健さん。そうですね、いや、それでね、これ社会人1年目っていうか社会人10年目でも同じ感じの人いると思うんですよね。はい、うん、で、なのでもちろん僕は全ての今質問されている方に言いたいことですけど、全然手遅れじゃありません。今からすぐ変えることもできると思います。うん、でなんでね、その自分が謝ってしまうかというと、もともと自分が自分に非があるんじゃないかと思って生活してるからなんですよ。うん、だから僕がね、そういった人に対して一つこう宿題というかやってみたら面白いんじゃないかなと思うのは、全部自分のせいだっていうふうに 思い込んでいくことなんです。はい、例えば友達のね、成績が悪いのも私のせいだ、友達のファッションのセンスが悪いのも私のせいだ、で上司の髪の毛が薄いのも私のせいだ、でそれで例えばもっともっと極端になっていくと、外国で戦争が起きたのも私のせいだいうふうに言っていったら、どれが自分のせいじゃないかっていうふうに感じるのかってことなんですよね。うん、でこの謝るタイプの方って全部自分のせいな気がしてしまうんですよ。うん、なので今度ひっくり返して大きなことからやっていけばいいんです。外国で戦争が起きてるのは私のせいではない、友達のファッションセンスが悪いのは私のせいではないって考えていくと、あれ、ひょっとしたら多くのほとんどのことが私のせいじゃないんじゃないのっていうことも分かってくると思うんですよね。うん、でもこれやると分かるのは、ああそうかって、結構全てのなんか不幸とかそういうものは自分のせいだって感じてるんだってことが分かると思います。ですね、それ無意識にやってしまっているっていうことですもんね。そうなんですよ。だからね、他の人のミスでも次から気をつけますっていう、私はすごいとかね、自分がでかいって、うん、いうふうに思うこともできますよね。そうですね。ケンさん、ちょっと話はあれですけれど、ケンさんはなんでそうやってこうあれなんですか、答えられるんですかって言うと変なんですけれどいや、それは僕は何回も何回も同じような質問を自分でも考えてきたし、そのすごいメンターと言われる人とか、まあ、悟りを開いたような聖者とか、そういった人たちにも同じ質問をしてるからなんですよね。その中で僕は納得がいって、そこから人生が変わったことを皆さんにお伝えしてるんですよ。これはね、劇的に変わるんですよ。これは奇跡のコースの中でもの実習でもあるんですけどね。例えばこの交通事故は私のせいではないっていうふうに言ったりとか、近所で起きた交通事故は私のせいだって言って、なんか自分のせいのような気がしてくるんですよ。家族全員不幸だったのは私のせいだって、うん、うわそんな感じがするなって、うんうん、でも近所の人が不幸なのは私のせいだって言ったら、いやそんなことそれはないなと思ったりとかね。そうするとどこまでが私のせいで、どこまでが私のせいじゃないのかっていう線って実は曖昧だってことが分かってくるんですよね。本当ですね。いやすごい、それで、あそっかって、一つ一つそれで手放していけたらものすごくこう変わりますよね、また視点が。そうですね。なのでそういったことをぜひやってみてください。はい、ミキさんからでした。質問ありがとうございました。
続いてはラジオネーム朝香さんです。ケンさんこんにちは。こんにちは。私は自分の計画性のなさに悩んでいます。やらなければいけないことをギリギリまで先延ばしにしてしまったり、控えようと思いつつも衝動買いをしてしまったり、想定外のトラブルにあって大変な思いをしたこともあります。それでもしばらくすると気が緩み、無計画に行動をしてしまいます。もう少し計画を立てて行動したり、もっと上手に生きられるようになるにはどうすればいいでしょうか。いや、向いてないと思いますね。朝香さんは。そもそもその計画的にするということが、うん、そうです。ADHD の診断を受けたかどうか分かりませんけど、まあ、ある種の人たちはそういう計画したらそう、ね、できないんですよね、うん、で人生にはね、山登り型と川下り型があるって最近のところで話してるんですけど、はい、山登りの人っていうのはちゃんと緻密にね、計画して天気が悪くなったらどうしようって、でどういうルートで攻めるべきかみたいなことを考える人じゃないと 山登りはできないんですよ。はい、朝香さんみたいな人は山登りしたら遭難するタイプですよ。いや、私は山登りに向いてないってまずもう諦めることですよね。いい意味で。その逆のね、川下りはどうなあれですか。川下りには何の知性もいらないんですよ。こうでこうやってなんかこう、あ、右行こう左行こうって流されるままに行けばいいんですよ。はい、これでもタイプですよね、要は。そうそうそう、性格の違いとか。そう、朝香さんみたいな人は山登ろうと思ったら、あ、いかん、水筒忘れたとかね、あ、明日とか、なんかパン忘れたとかなるんですよ。はいはい、ダイル忘れたとかね。はい、この人はね、やっぱり危険すぎてそういうことやめた方がいいと思います。じゃあその自分に不向きなことは無理して、うん、やっていく必要はないということですか。そうそう、だから、もしこれが僕のセミナーだったらね、そういうふうに言わせるんですけど、うん、私はこれから一切計画もしないし適当に行動する、それで何が悪いっていうふうに言わせると思います。おそしたらね、そっかみたいな、わーっと自由になって、私は何も計画しなくても川下りで行くぞみたいななった方が幸せですよ。もうなんかでも拍手したくなっちゃう。聞いてると。だからそういう計画とかできない人はもう計画せずに、ね、お金がなかったらしまったと思えばいいし誰かに貸してって言ったら貸してくれたりするんですよね。はいはいはい、だから帳尻合わせていく人生もあるんですよ。うん、それはそれで幸せなことですよ。そうですよね、それを今言いたかったんですよね。それで見える世界っていうのもありますもんね。そうそうそう、うん、それ忘れたら誰かご飯食べさせてって言えばいいんですよ。はいはい、こういう人がね、一人で山登ったら絶対ご飯計算間違って途中で投資とかするんですよ。人に助けてもらうことですよね。うん、そうですね。なんかあと自分の欠けてる部分でなんか何とかしていこうっていうんじゃなくても、そもそものその人のパーソナリティの部分を伸ばすっていう感じですよね。そうだからね、もう私は計画無理っていつの段階でなんかもう開き直るかでしょうね。ねえ、あ、でもこの回ね、本当早くにお届けしたいですね、朝香さんに。そうですよね。はい、ということで人生相談のコーナーでした。ケンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。続いてはハッピーライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネームみちさん、私のおすすめは犬飼ターボさんのチャンスという本です。サラリーマンとして働くのが嫌でいろいろな事業を試みては失敗する主人公が師匠のような存在と出会い成長していく物語です。物語の中に成り立つビジネスのヒントがたくさんあり、自分も数年前に独立して会社を立ち上げましたが、もっと早くこの本に出会いたかったなと思いましたということです。さあ、そして、はい、ケンさんが選ばれた本は何でしょうか。はい、その前に犬飼ターボさんはね、はい、個人的にも親しいんですけど。あ、そうなんですね。ターボさんの本大好きでね、僕もよく読んでるんですよ。なので、そうですか。一連のね、ターボさんの著作はぜひ読んでもらいたいです。物語がね、本当にこう秀逸なストーリーテラーなので、これもすごい素敵ですよ。あ、そうですか。はい、はい、ありがとうございます、はい。そして僕のおすすめ本は、はい、ノーイング未来に導かれる生き方、安藤美冬さんが書かれた本です。はい、
この本を選ばれたのはどうしてなんでしょうか。この安藤美冬さんもね、十数年知ってるんですけど、この、まあ、自分がね、本来自分が行く場所を知ってるっていうこの感覚って僕もすごく、共通して、同じような考え方を持ってると思うんですけど、この帯にもね、その扉を開けば最高の未来がきっと見えてくるって、もうめちゃくちゃ僕が書きそうな、ね、すごくいいコピーだなと思うんですけど、そうですね、やっぱ未来に導かれる生き方っていうのは本当にもうこの本に、ね、書いてあることが僕もあそうだそうだと思うことがいっぱいあったので、皆さんにご紹介しようと思いました。はい、ありがとうございます。さあ、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@ioffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。運命を一夜で変えることはできないが、あなたが住む方向は一夜で変えられる。ジムロン。本田ケンの人生相談ディアケン、いかがでしたでしょうか。オープニングでは今月の25日からスタートするケンさんのスピリチュアル願望達成半年間プログラムについてお話を伺ったんですけれども、ケンさんご自身の話をね、ここでちょっと伺いたいなと思いまして、ケンさんはこれまでの人生でどうやってその目に見えないものを学ばれてきたんですか。なんかこう、例えば引き寄せとか、いろいろありますよね。例えば過去世の前世療法とか、いろんな種類があると思うんですけれども、入り口はなんかどこから導かれていったのかなっていうのが気になりまして。そうですね、もうこれもどっかのタイミングで、ね、本にまとめようと思ってるんですけど、僕は26歳の時からスピリチュアルの道が始まったんですよね。26歳。はい、僕の前の離婚のをきっかけに、いろんなスピリチュアルヒーラーと会うようになって、まあ、そこから怒涛のなんかスペシャルトレーニングみたいな数年、時間を 3,4 年ですよね。それからセミリタイア、してっていうので、まあ、このそこからまた不思議なこう旅に出かけるわけですけど、 なんて言うんでしょうね、もう普通に言っても信じてもらえないようなこと、不思議なことがいっぱい起きて、でそして、まあ、会計とかコンサルティングとかってこう左脳的なところと、まあ、そしてこういうスピリチュアルな、まあ、目に見えない世界のいろんな先生の教わったことがうまくやっぱりこう10年ぐらいかけて自分の中で熟成したんですよね。はい、なんでそこから作家になって本を書き始めて、20年経って今に至るんですけど、なので僕の人生の半分ぐらいはもうスピリチュアルなことでを中心に生きてるってことですよね。一番最初のそういうなんか手にした本とか、きっかけになったその、まあ、出来事はね、人生の出来事は伺ったんですが、その目に見えない世界の入り口の最初の一歩って何だか覚えてますか。そうですね、例えばシャーリー・マックレーンのアウト・オン・ナ・リムとか、 あとはバシャールとか、そうチャネリングとか、目に見えない世界に興味を持ち始めて、いろんなヒーラーとかチャネラーに会い始めたところからですよね。やっぱりそうするとシャーリー・マクレーンってすごい方ですね。改めてアートン・アリムっていろんな方がきっかけになったっておっしゃる一冊ですよね。結構ね、まあそれはそれだけ売れたってこともあると思うんですよね。はい、なんかケンさんもっとこう若い時、若いっていうか26歳も若いですけれど、もっと前なのかなと思ったんですが、人生のきっかけはそこからだったんですね。本格的にはですよね。それから次へといろんな人と出会い、でその人たちにいろんなことを予言され、で未来を予知され、でこういうふうな運命だからっていうことを、いろんなこう全く関係ないルートから同じことを言われたりとかね、それは今の僕の活動につながってるわけですけど、当時はまさかと思いましたけど、今から考えたら26年7年経って、それが現実に展開してるのを考えると、なんともね、不思議な気持ちになりますね。わあ、じゃあちょうど今のケンさんのとその人生の半分ですね、ちょうど実感で言うと、そうです ね, ね、まあ、今まででもね、そういう時代が追いついてなかったので、それ言えば言うほどこう誤解されるところがあったと思うんですけど、まあ、そろそろ目に見えない世界に関して、まあ、言い方だと思うんですけどね、ちゃんと説明すれば理解できる人も増えるんじゃないかなと思います。はい、ね、ぜひケンさん の公式ホームページにもセミナーのことも、ね、載ってますので、ご覧になってみてください。
さて本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談などいろいろなコンテンツを配信しています。今年の1月から毎月100円で600回以上のこのディアケンのバックナンバーが聞き放題のディアケンプレミアムがポッドキャストでスタートしています。ボイシーでは毎朝無料配信中の本田健の1分間コーチング、また本田健書店や最新情報に関しては本田健の公式ホームページや LINE アットで配信していますのでぜひご覧ください。健さん、今週もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。不思議。